ドレルノーマン・エルバート・ハーゾグは MLB で活躍したアメリカ合衆国イリノイ州ニューアセンズ出身の野球選手。左投げ左だ。後スカウト、コーチ、監督、ゼネラルマネージャー、ファームシステムディレクターを務め、監督としてワールドシリーズ制覇を果たす。ニューヨーク・ヤンキースに入団。ヤンキースでのメジャー昇格はならなかったが、 スプリングトレーニングで接したアメリカ野球殿堂入りした当時の監督ケイシー・ステンゲルから受けた影響は後年監督を務めた際に役立ったワシントン・セネターズに移籍して1956年4月17日にメジャー初出場を果たすその後1958年途中にカンザスシティアスレチックス1961年にボルチモアオリオールズ 1963年にデトロイトタイガースに移籍し、その年限りで現役を引退した。選手としての通算成績は634試合に出場して打率。254、本塁打25、打点172、得点213、二塁打60、三塁打20であった。引退後アスレチックスに復帰し、スカウトコーチを務めた。 1966年にはニューヨークメッツにコーチとして移籍し、1967年にはフロントに転じ、ミラクルメッツと言われた1969年のワールドシリーズ制覇に貢献。1973年にテキサスレンジャーズ監督に就任したが、138試合で47勝91敗の成績でシーズン終了を待たずに解任。 1974年はカリフォルニアエンゼルスのコーチを務め、途中4試合代理監督を務める。1975年途中からカンザスシティロイヤルズ監督に就任し、初年度に66試合で41勝を挙げ、チームは最終的に2位に躍進。1976年からは3年、連続アリーグに失地区優勝を果たすが、 リーグチャンピオンシップシリーズでいずれもヤンキースに敗れ、2位に終わった1979年限りで解任。1980年途中からは、セントルイスカージナルス監督に就任。シーズン途中で GM を兼任し、1982年まで GM 兼監督となる。50日間に及ぶストライキで、シーズンが2分された1981年には、 全後期いずれもに、1982年には92勝を上げて、地区優勝を。リーグチャンピオンシップシリーズでも、アトランタ・ブレイブスを破り、ワールドシリーズでもミルウォーキー・ブルワーズを破り、ワールドチャンピオンに輝いた。1983年以後は、監督に専念し、1985年と1987年にも、チームを、ワールドシリーズに導き、 1985年には、かつて監督を務めたロイヤルズを3勝1敗と追い込むが、第5戦から3連敗して、逆転負けを喫する。第6戦で、誤信を犯した審判ドン・デンキンガーが急審を務めた、第7戦では、ストライクボールの判定に抗議し、投手は大きいハートモドも退場処分となった。1987年にも、 敵地メトロドームでの第1戦、第2戦と連敗の後、本拠地、ブッシュスタジアムで3連勝して、ミネソタツインズを追い込むが、再び敵地の第6戦、第7戦に連敗した。カージナルスの監督を1990年途中まで、務め、退任。1993年と1994年には、エンゼルスの GM を務めた。 2009年12月に行われたベテランズ委員会の選考によりアメリカ野球電動入りを翌2010年に果たす。ハーゾグのカージナルス在籍時の背番号24セントルイスカージナルスの永久欠番に2010年指定。電動入りを記念し同年7月31日にカージナルスは ハーゾグ在籍時の背番号24を永久欠番に指定した。カージナルス監督当時のハーゾグ投手力と機動力、守備力を重視。ロイヤルズの本拠地、ロイヤルズスタジアムとカージナルスの本拠地、ブッシュスタジアムは当時いずれも奏者に有利な人工芝球場だったことあり、ホワイトボールと呼ばれた瞬足の選手を多用。特に、 カージナルス時代の1985年には、110、盗塁を記録して、新人王を獲得した、ビン・スコールマンを筆頭に、ウィリー・マギー、アンディ・バンスライク、トム・ハー、オジー・スミスと実に5人が30盗塁を記録し、チーム全体で314盗塁を記録。オジー・スミスについては、年間162試合で100点を防ぐ、守備力と高く評価し、 サンディエゴ・パドレスからトレードで獲得し、成功を収めた。出塁率の高い他者を好み、ロイヤルズでは、ジョージ・ブレットや、ハル・マクレー、カージナルスでは、キース・ヘルナンデス、ジャック・クラーク、オジー・スミス、ダレル・ポーターらを重視。ありがとうございます。